はい、本日はですね、こちらノースフェイスのベストをご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、こういったいかにもギア感の強いのってね、今回初めて紹介するんですけども、まあたまにはそういった視聴回数関係なくね、あのちょっとマニアが好きそうなやつもね、紹介するのはいいのじゃないかということで、本日の流れとしてはですね、まずはこちら着用していきます。で、着用していった後に着用しながら特徴をねお話ししていってですね、その次に価格、そしてデメリットとは言いながらもおすすめの人、こういった順番でいきたいなと思いますので、まずは着用していきたいなと思います。よくこういうの見ますよね、アウトドアとか行ってたりしたらね、こうやってベスト着てる人、あれ意味あんのかなとかって思ったりするけど、意味があったんです。でですね、そんな話をしていきたいんですけど、まずはサイズ感いきましょう。僕が178センチ70キロで L サイズを着用します。で、このベストについてはね、何本までサイズがあるんかわからへんねんけど、サイズに関してはね、そこまでシビアにならんくてもいいと思います。なんでかって言ったらね、ここサイズ調節するやつあるんですよ。だからちょっと長いなと思ったら締めてあげればいいし、ちょっと短いなと思ったら長くしてあげればいいんで、そこまでこのサイズ感っていうのは気にせんでいいんかなとは思いますね。そして幅とかもね、めちゃくちゃやっぱ余裕はあるんですよ。だからまあ M でも僕は良かったんかもしれんけどね、あんま一応 L にはしときました。で、後ろを見ると背中のところにノースフェイスって履いてあるんやけども、まあ、そんな感じなんかな。ちょっと自分でも見えてないからわからないけど、で、背中はね、これね、メッシュになってるんですよ。ギアメッシュベストっていう名称なんですね、正式名称がね。だからさすがここメッシュになってるんやけども、まあそういったところで形はこんな感じですね。で、と思ったら裏側があれですね、あのマウンテンライトと同じ生地使ってますね。これマウンテンライトもね、このノースフェイスって薄くこう光に反射してるんやけども、こういった生地使ってるのと、まあ、同じですわ。へえ、ここにも使われてんねんな。でね、この肩のところにはね、ちゃんとこのリュックみたいな感じでこうスポンジが入ってるんですよね。だからこうかけててもあの痛くないというか、こういう普通の紐とかやったらめり込んでくるでしょ、ビーってめり込んでくるけど、これじゃ痛いけど、ちゃんとこういったリュックと同じような肩のやつがついてるので、荷物入れててもそんな重さを感じるというか、あの辛いってことはないかなと思うんですが、では特徴いっていきましょう。まず特徴というのがですね、こちらポケットが10個あるんですよ。ほんまですかと。僕パッて見た時にポケットこれ10個あるってちょっと言い過ぎて、なんか 1,2 個嘘ついてないと思ったりするんですけどもね。じゃあ見ていきましょうよ。まず1つ目っていうのがここのメインどころのポケットですよね。ここには結構大きめの長財布も入るんちゃうかなっていうぐらい大きめなものが入ってて、でそれが右にも左にも左右ありますよと。で、これで2つですよね。そして3つ目っていうのがそのポケットの下にさらにあるんですよね。これに関しては、まあ、ペンとか入れるとかいいかもしれないですね。ちょっと長細いもん入れるとかやったらいいかもしれないんですけど、これが3つ目、逆サイドにはあるので計4つ、そして5つ目っていうのがポケットの横、この大きいポケットの横側にあるんやけども、これが、あ、これもでかいな、長財布入るぐらいのね、結構大きい容量のポケットがここにありますね。それが両サイドにあるので、これで6個、あと残り4つですよね。残り4つはどこにあるのか。で、この、ちょうど胸ら辺にあるのもね、ポケットこちらあります。で、これは狭い感じですね。スマホをやったらギリ入るかな入らんかなぐらいのが、この胸のとこにポケットがあるんですが、それがありましたということで、計8箇所ですね。さあ、残り2つはどこにあるんだ。これは1個見つけましたね。1個はこっちでした。内ポケットのところにこういった、ポケットがありますので、これも入るんですが、これはね、あんまりあの生地とか破れる可能性があるので、とんがったものはちょっと微妙かもしれないですけどもね、これがこっちだけあるんですよ。で、こっちにないんですよ。あとラスト1個どこにあるの。あとはね、この背中のところありました。この背中のところにポケットがあるんですが、これ両サイドあるんですよ。って考えるとね、あ、なるほど、ここ繋がってんのか。ここ繋がってましたわ。だからこれは1個と換算されるわけなんですね。なるほどなるほど。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個ということで、キャンプする人ってこんな荷物あるんですか。それちょっと大変やな。まあまあまあ、でもね、あの手で持たんかっても、このバッグとか持たんでね、あの身軽にこうやって服の状態で荷物が入れていけるっていうところでね、これが特徴的かなと思います。まあ10個もあるように見えへんですよね、一瞬はね。で、その次の特徴はね、これ結構頑丈なんですよ。だから例えばこういうのに中にちょっとあのなんか破れたりせえへんかな、刃物のなんかあのとんがってんのあんねんなってなったとしても、こっちは心配なんやけども、どっちかっていうと下に着てる服の方が破れるんちゃうかなっていうぐらいね、上は頑丈に作られてます。で、どれぐらい頑丈なんかっていうとね、同じノースフェイスで見たらわかるんやけども、このマウンテンライトってあるじゃないですか、これ70デニールっていう生地の、まあ、厚さというか重みになってるんですよね。70、はいはい、わかりました。70でも結構マウンテンライト結構分厚いよねっていうことで、それをベースにして考えたらわかりやすい。こっちのメッシュのギアベストは何デニールかというと210なんですよ。だから3倍、マウンテンライト3着分の分厚さというか重さがあるっていうことなんで、だからかなり頑丈にね作られてるというところが、この生地だけじゃなくて、さらにこういう肩パッドなんかもそうやし、必要最低限のところはこういったナイロンが使われてたりするっていうことで、めちゃくちゃ頑丈にね
ね作られてるっていうのがね、もう生地からして分かるんですけども、そういったのがこのベストの特徴ですよね。これやってないな。まあまあいいか。で次ね、あの価格いきたいなと思うんですけど、じゃあ値段がなんぼするのかというと、やっぱりそういう随所のこだわりと、こんだけ薄いのにポケット山ほど作ろうと思ったら、やっぱ縫製も難しくなってくるんかなってことで、2万5000円の消費税、2万7500円ということで、ベストにしては少し高めやけど、アウトドアしてる時に身軽になれる2万円3万円って考えると、うん、ありかもしれんっていうようなね状態で、まあ、今度僕ちょっと実際キャンプでこれ使ってみるんですよ。でどうなんかなっていうところで、ね、やってみたいなと思うんですけども、キャンプのギアとかってね結構高いんで、3万のベストぐらいだったら、ね、ちょっと安く感じるんですね。あのテントとかやったら10万とか20万とかしてくるテントもあったりするから、それ考えた上でベスト3万安いやんって思う、ちょっとバフってくるんですけどもね。そういった価格帯になってて、じゃあ次はデメリットとは言いながらもちょっとこれ微妙やなっていうところがですね、さっき言った頑丈のトレードオフがあるんですよ。頑丈やからええんやけども、次じゃ何が出てくるのっていうと、厚い。あのいくらメッシュここ使ってるって言ってもね、ここらの生地めちゃくちゃ分厚いから、やっぱ着てると厚いんですよ。でなおさらこうリュックみたいにここガッてやってるんで、肩も蒸れてくるし、ちょっと真夏とかはねどうなんかなっていうところがあったりはします。だから意外とこう見た目的にはこうやってロンティーの上とかに着るのがめっちゃ良さそうやと思うけど、暑いんで6月7月8月とか多分つけんのちゃいますかね。さすがに半袖の上でもね暑すぎるんで、結局これつけへんってなったらいつつけんのって言うと、やっぱ春秋冬とかそのあたりはね透けるかもしれないけど、冬は冬でまだダウンジャケットの上にこんなん着られへんから、使えるのって意外と短いんかもしれんねんけども、まあまあちょっとこれは使ってみてわからないですけどね。まあ210デニールっていうのが冬場になったらあったかいかもしれんし、夏場やったら暑すぎるかもしれんしっていうのも、まあ一応憶測なんでね、まあ、使ってみたらどうなんかわからんけど、その辺がちょっとデメリットかなというふうには思います。では次ね、おすすめの人はどんな人におすすめなんかっていうと、やっぱりバッグ持ちたくない人ですね。この斜め掛けといえどもバッグあるとこう邪魔くさい時ってあるじゃないですか。こう焚き火とかで火起こしてる時にここにカン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 当たってきて邪魔くさいなとかになったりしたら、もうこれねジップ閉めてポケットにいろいろ物入れといたら、もうこんな前にね邪魔してこないんですよ。ほんでよくあるのが、あれ俺のスマホどこ行った、あれ俺のタバコどこ行ったって、これキャンプであるあるなんですよ。とにかく物がどっか行くっていうことなんで、この中に入れておけば物はどこも行きません。安心しておいてください。鍵もちゃんとポケットに入ってあるし、財布も時計もいろんなものがちゃんと入ってますのでご安心ください。ただこれがないとですね、どこに行ったか全く分からへん、特に酒飲んだ後なんかも何が起きたんかも分からへん状態になりますので、そういった方にはねこれ1枚羽織っとくだけで物の管理もできるし、すぐに取り出せれるっていうところで、よりアウトドアが楽しくなるんじゃないかっていうところがおすすめの人になってるんですけども、まあこれに関してはもう完全に街中でつけるとかいう感じじゃないじゃないですか。もうほんまにアウトドアの専用みたいな感じなんでね、まあ、これを見たい人がどこまで入れるかは分からんねんけども、まあまあそういうのもたまにはいいでしょうということでね、今回やらせていただきました。でサイズもさっき言ったみたいにここで調節ができて、まず縦の長さですね、あちょっと丈長いなと思ってギュッて短くすることもできるし、さらにこの横幅とかをギュッてこう締めることもできるんですよね。だからちょっと自分にはこの身幅大きいなとかって思ったりしたら、ここでサイズ調節キュッて締めてあげればここが締まってくるので、そのご自身の体体型に合ったようなね使い方されるといいかなと思います。ということで本日はですね、こちらのギアメッシュベストを紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。